はい、えー、こんにちはレトスの尾野です、えー、6月22日の3問に入る前にアドバイスをさせていただきます今日の成果は過去の努力の結果であり未来はこれからの努力で決まるこのように言ったのは京セラ KDDI の創業者である稲森和夫さんです今の実力はこれまでの努力の結果ですこれから試験までまだ4ヶ月弱ありますこの4ヶ月の努力で結果は変わります なので残り4ヶ月を価値ある時間にしていきましょう。それでは3問に入ります。A が B に代理権を授与して、A 所有の土地を売却する場合、B が売買契約をする前に、A が死亡した場合、B は当該土地を売却することができない。ルかツかという問題です。考えたい方は動画を一旦ストップしていただいて、こちらの動画の下の概要欄から問題文ご確認ください。答えは、丸ですね。 代理権っていうのは本人が死亡もしくは代理人が死亡すると代理権消滅します。今回の問題で言うと売却前に本人 A が死亡してます。そのため B の代理権は消滅するので B は当該土地の売却をすることができません。まあ、この問題は代理権の消滅自由についての問題なんですね。で、代理権の消滅自由は死亡以外に破産手続き開始の決定だったり 貢献開始、解約告知がありますで。お持ちのテキストにはおそらく表になってるんじゃないのかなと思います。ただ、えこの表をですね、すべて覚えるのって正直厳しくないでしょうか。だいぶきついと思うんですよね。内容的にも量的にも多いからです。覚えようと思っても、その時覚えた気持ちになっても2週間経てば忘れてしまいます。まあ、これが不合格者の典型例なんですね。では、どうすればいいのか。 理解をすればいいんですね。理解をすれば忘れにくくなります。で、えまあ、今回ね、あの、理解の仕方までお伝えできればと思っているんですが、やはりちょっと、え、解説長くなっちゃいますので、この点については短期集中実力アップ講座で解説させていただきます。で、問いにですね、え、宅地建物取引士の登録を受けている者が本籍を変更した場合、知体なく登録をしている都道府県知事に変更の登録を申請しなければならない。丸かツかという問題です。 答えは丸ですねえ。本席を変更した場合っていうのは変更の登録申請が必要になってきます。この取引士の本席は取引士資格登録簿の搭載事項なんですね。なので変更があったら、地帯なく変更の登録申請をしなければならないということです。で、資格登録簿の内容については、えこちら3つですね。これ覚えておきましょう。え住所氏名と本席と 勤務先のの宅建業者称、まあ、称号だったり名称ですね、まあ。こういったところはちゃんと頭に入れておいてください。で、問いさんですね。え地区計画はえ建築物の建築形態、公共施設、その他の施設の配置等から見て、一体としてそれぞれの区域の特性にふさわしい対応を備えた良好な環境の各外区を整備し、開発し、 および保全するための計画であり、用途地域が定められている土地の区域においてのみ定められる。マルかスかという問題です。え答えは誤りですね。用途地域が定められている土地の区域においてのみ定められる。ここが誤りです。用途地域が定められていない区域についても、地区計画を定めることができるからです。でポイントは、地区計画を定めることができるのはどこかっていう部分なんですね。 で地区計画を定めることができるのは以下の2つの区域です。1つ目が用途地域内。もう1つが用途地域外でも一定の要件を満たす区域。この2つなんですね。従って、用途地域が定められている土地の区域においてのみ定められるっていう部分が誤りだということです。用途地域が定められていない土地の区域であったとしても、地区計画を定めることができる場合もあります。そして、 用途地域外でも一定要件を満たす区域のこの一定要件。これについては考える必要ありませんので、用途地域外でも定めることができる区域があるんだということを頭に入れておけば大丈夫です。無駄な勉強をせずに必要な部分だけ頭に入れていきましょう。卓券試験にたった3ヶ月で一発合格した卓券講座をご紹介します。こんにちは、レトスのおのです。弊社レトスは卓券の個別指導を10年以上行っております。 そして現在は試験まで約3ヶ月ということで短期集中実用カップ講座を開講しております。中卒、元飛び職、法律知識が全くゼロの方がこの講座を受講していただき、たった3ヶ月で合格しました。7月からのこの3ヶ月間の使い方が重要なんです。なぜ3ヶ月で一発合格できたのか。その理由は2つあります。1つ目はこの受講者様が短期集中実用カップ講座でお伝えをしている理解学習を実践したから。 二つ目が短期集中実用カップ講座の中でその方独自の問題を個別に相談に乗って問題を解決していったからです短期集中実用カップ講座ではお客様とやり取りを行う中で個別に課題を見つけてその課題を解決していくサポートも行っておりますまた理解学習は誰でも行えるのか今からでも間に合うのか不安な方もいるはずですでもご安心ください理解すべき内容は短期集中実用カップ講座で使う教材の中に書かれています そのためあなたはいろいろ調べる必要はほとんどありません。もしわからない部分があればお気軽に私にメールしていただければ回答させていただきますのでその点もご安心ください。また7月からの受講であっても1日2時間勉強していただけるのであれば十分実力を上げていただけます。実際この短期集中実力アップ講座は他の予備校を通って理解ができない他の通信講座を受講しているけど理解できないそういった方も受講していただいております。 お金はかかるけれども短期間で合格できる角度が高まるのであれば受講したいということで受講していただいております卓券試験は年に1回しかない試験なのでもし落ちてしまうとまた1年勉強という本当に辛いことになってしまいますまだ間に合うのでぜひあなたに今年合格していただきたいです短期集中実用カップ講座はこの動画の下の概要欄に URL 貼っておきますのでそちらからご確認くださいあなたの受講をお待ちしております宅合格目指ししてて一緒に頑張っていきましょう。